あー、ちょっとそんなことばっかり。遅かった。お侍、うっそだろ。通行証を持った秋雄を助けてください。実は弟なんです。なんだと？通行証を奪おうとしたのも全て亀井のためでした。猛虎に加担したのであれば許してはおけぬ。そんな、いいやつなんです。どうか無事かは分からぬが、探してみよう。お願いします。最後の最後でそういうことを。残しておるはずだ。弟なんです言われても。で結局全滅か。やっぱり仲間を探すために頑張ってるはずなのに。足跡あった。あっちか。アキンド、アキウド、アキウドって読むの。これが行くしかないよな。脇にそれた。脇？どっちやん？熊？熊だね。足跡あるか。木の矢にしとこう。皮はもらっとこう。ちゃんとアイコンが出るな。足跡こっちか。登ってってんね。こっちだ。う、あー、あれか。結局猛虎だね。これまたジャンピングやめ打ちできるんじゃないの。3人、4人ぐらい持っているな。中にいるのかな。あいつ正面向いてんな。川の中を通って。いえ、しません。大体大変なので。水を飲もうとしている。さらばだ。やむを得んのだ。なんか後悔しながらやってるね、ジンさん。しょうがないよね。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。早く向こう行け。ダメかな、あれ。わあ、いっぱいいる。いける、これ。おい、あー、あー、バレた。何人ぐらいいるんだ。いや、バレてない。結構騒いだと思うけどね。バレてない。チャンス。あ、めっちゃチャンス。あ、バレてない。上登りてえな。やっぱりジャンピングやめ打ちしたい俺は。これ登れないのかな。なんかすごい騒いでる。下行ってみる。待って待って、垣根、垣根。ジャンピングない。あった。ちゃう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 。やめ打ち。意外とバレぬ。できるよね。
あ、ここまでやれれば。ほい。ほいや。1対1ならね、まだいる。こいや。おら。まだいるか。生きてた。よし。区内。中にいるのかな。アキウド、アキンド、アキウド。耳なじみがあまりないな、その言い方。ここか。無事ですかな。君のせいで仲間たちは全滅したよ。逃がしてやる。ありがとうございます、お侍。礼などいらぬ。猛虎に加担しておると聞いたが。やつらが約束したんです。物資を運べば家族は見逃すと。兄は死んだぞ。お主の通行証を奪おうとしておった。そんな、あのバカ、道理で俺が疑われたわけだ。通行証など持ってません。あれには運び手の名が彫られてるんです。他のものは使えないのか。もう行け。また猛虎と手を組んでみろ。その前に殺される。それより家族が気がかりですが、顔向けはできません。ああ、なんてことを。どうすればいい。なんか辛い話ばっかりだね、本当に。一人残されるとか、仲間全滅とか、そしてジンさんに王立ち。通行証の悲劇。優勢の御札って。ずっと泣いてんな。どうすんだろう。なんか刀の攻撃力を上げる系が全然出ない。暗具によるダメージ。そっか、刀の性能上げたいよね、早く。強化。これなぁ。刀鍛冶だから、やっぱユナさんの弟優先しないと。いつまで経っても、せっかくなんか敵の攻撃を弾いても一旦で倒せないとかさ。そんな感じなんだろうな。よし、じゃあ。ハテナ行くべきだろう、これ。あっちの方？どんどん予定がずれる。ハテナは何があるかな。未踏の地、神社とか稲荷の祠とか燃えてんな。おっと、音がした。調べろ。来い。やるわ。野党ですね。うい。うい。うい。威力が低い。うい。倒しきった。ただ倒しただけだな、これはな。目的の場所はどこだ。山の上か。上っぽいな。一瞬今肉球に見えたよ、ろうそくみたいなやつが。あそこなんか建物みたいな見えんね。なんだろうここは。山の上だと大体神社とか。いや、ここ橋がまた落ちてるけど、梅の宮とは違うよね。違います。
神社っぽい。なんだ金室、金室神社。おお、どっから行くんだ。なんかやっぱ橋が落ちてる感じだよね。なんだあの赤いのは。あ、温泉じゃない。ちょっと入ってこう。あ、今あったよね。竹取って温泉入ってさっぱりしたら登ろう。あるね。しかもなんかちゃんと整備されてる。山見の人すごい木だよこれ。この曲がり方、これ多分ものすごく手入れされてる。休もう。で、過去の回想ができんのかな。また思うこと。次の春と雅子殿、次の春。うららかな日差しに咲く桜の花、春よ早く来てくれ。そういうことも思うんだね。殺伐としたことばっかりやってるから、なんかね、そういう雅な心を忘れたかと思ったから、そんなことはない。これどういう仕組みなんだろう。竹の中になんかろうそくが仕込んである。 LED じゃないよねこれ。行こうか。で、鳥居がある。巫女さんはいるのかな。見えねえな、ちょっと暗い。有明って書いてある。登れっかな。走った方が早い気がするけど。橋があるんだよね。金室でいいのかな。どっから行くのか。登れそうな場所。ここも橋だ。行けるか行けないか。あ、なんか階段あった。こっから行くみたい。橋が落ちてんだよな。だからなんか全ての神社がこういうアスレチックになってるのか。あ、ここに丸太が、いや、ちゃんとなんか、あ、竹か、竹がちゃんとまとめて橋になってる。明らかに正しいルートじゃないんだけど、ゲーム的な正しいルート。命がけじゃねえかこれ。うわ、そこ通るの。そこ通る感じ。ちょっと待ってね、今なんかあった。花、また降りれん。あ、なんか座れる場所が3箇所ある。そっち。うわ、暗っ。また橋落ちてんだよね。こっちも落ちてたんだよね。落ちてた。花、なんだ。あ、武士か。ここ渡るのか。曲芸ですね。素晴らしいバランス感覚。今度そこか。ジャンプ。
これはジャンプでいいのかな。そこになんかあるよ。うん、ちょっと、いいの言って。ほい、怖っ。あ、いや、シーザイってやつかい。怖っ。一座、いや、なんかこっちが正式ルートっぽくない。マジかよ。ほっ、うわー怖っ。花がある。おおほほほ、誰かがいたのかな。よし、なんか着物みたいのが。登るのか。これでたどり着くの。正式ルート、これが。ほわっ、マジかよ。こわっ。ほい、うおー、下を見るとやばい。花があります。ジャンプ、降ります。花取ります。いや、これ神社に向かってるんですからね。神様に会うための試練です。そっちそっち。うわー、来ました。マジかよ。裏を回ってきたのか。ぐるっと回って、来た来た。あー、着いた着いた。有明。うおー、いいね、いい景色だ。本当にだいたい山の上に神社が建ててあんのかな。で、アマテラスだね、これ。アマテラス大神の御符。太陽神の御符、いいじゃないの。縦マークだったから、火属性ダメージ無効とか？敵を倒すと体力が中程度回復す。あ、そうなの？守りの御符なのに。いや、これつけるわ。アマテラスと、あと、家具土。ダメージ量が増加。ああ、これもいいのかもしんないね。弓矢、弓矢は、使わないでいこうか。いや、使うけど、15% の確率で弓によるダメージを受けない。弓を引く速さが増える。あ、金色のやつが、その、でかいお守りなのか。で、こっちの丸っこいやつは小さな護符なのか。了解了解。よし、これでいこう。では、勝手に降りてくれるんだよな。降りる。鳥居の元へ。さて、じゃあ次行くべきは酒見に行こう。だから近くに飛ぶ。稽古場ですね。で、そこに行きます。あれ、なんかまた、我が家を追い出された挙句の果てに猛虎に住み着かれてしまいました。これまでいくつもの家が奪われ焼かれてきたのを見た。この近くにある家も襲われました。家の主はこの地を離れようとはせず、助けを求め続けています。そやつを探してみる。なんか便利屋になってきたぞ、ジンさん。誇りのある相手であれば勝っていらっしゃったでしょうに。行ってきます。違う。まずちょっとね、ずっとこれか。
故郷を思う有明では民の家が猛虎兵に奪われてるらしい。これは後回し。ここ行ったらもう行きます。装束とちょっと皆さん本当にさ、刀鍛冶助けないと刀が強くなんねえから、あとりあえず酒蔵を解放に行こう。登れっかな。登れなさそうな。行けたわ。よし、酒蔵雷鳴ってんね。あった酒蔵。これモーコに酒をあげて命乞いをしてるみたいな。こんにちは。なんか用意したんね、これ。氷炭の回り方がすごい。風がそんだけ強いということか。変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。内緒話でも？酒の味。お酒はもうない。ちょっと閉めちゃった。開けてから閉めるまでが早い。外では本心を言えなくて猛虎に聞かれると思うと。いいですよ。ここにも猛虎は。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつ戻る。時期に。俺に任せろ。お主は隠れておれ。よし、じゃあお酒を取り戻そう。奇襲する場所を探せ。奇襲する場所を探せば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんがもうこの話をつけてくれる。まあ、話をつけるっていうか力技だけどな。隠れる。もうこへ倒せ。もう来てんの。酒をいただくとするか。行くぞ。4人いる。大丈夫です。なかなかちゃんと見てるね。投げちゃおうかなこれ。はい。うい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 。ほい。いいよ。はいはい。どうしよう。うえい。一戦。無駄に一戦。まだ来るか。まだ来るの。隠れよ。隠れまーす。いた。川。バレてないね。やばい、生きてるやつもいるし、弓兵もいた。足を引きずってるやつはどうなるんだろう。暴れた。いった。あいつを先倒す。
押してきた。で、だいたいジャンプキック外してる。いった。うお、ほい。うわだ。うお、うわ。だっ。まだいる。めっちゃいるじゃん。うわ。弓兵、お前だ。ねえ、ない。ダメ。回復。弓。うっ。弓がいるどっかに。ずっと数が減らね。ちょっとどんどん増えてなおい。数が尋常ではない。あぶれ。ダメだ。好きだな。これが強いと思ったんだけど、そうでもない。どうだどうだ。うあとはデカブツ回復。あとあいつ。うわー、ガードできんのかな。うわ、ちょっとそのスーパーマン やめて。ダメダメダメ。うわー、ちょっと手が出ねえぞこれ。あー、撃つわ。ずっとコントローラー揺れとる。ちょっとめっちゃ強くない？やっと剥がれた。うわ、やべ、やべ、まだかよ。よし、今やっとです。はあ、ちょっとなんか気力回復しないとやばい。これずっと揺れてる。はあ、コントローラーが揺れております。治った。あ、ちゃんと血のりを落とした。いいね。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。一口ぐらい飲みたかったね。全くなかった。あ、くれんのかい。気力の5負1、利益の5負。なんだろう、飲んでる。ちょっと俺にもくれんのか。それはお酒かい。蜂の音がするね。気力、気力、これだ。気力の回復量15倍。よし、これにしよう。はい。いやー、辛い戦いだった、また。体力は、
か少な。物資や物資なんかねえの。どこで酒作ってんだい。よくわからんね。よし次だ。向かおう。ここに向かおう。ようやくだ、頼朝の。ただよりか。行くぞ。という感じで、ただよりの、鎧をもらいに行く、もらいに行くというか、まあ何かしら一文着あるだろうけど、それをやる琵琶法師のもとに向かっている途中なんですけども、いい時間なんで、一旦ここまでにしましょうか。でもまあなんかまた道中で事件起きるんだろうな。まあこの辺で終了にしてまた向かいつつ事件を解決しようか。これ入ったやつだよな。あ、いや違う、上り、あ違うやつだ。意外と温泉湧いてる。さっきのアマテラスの護符をもらったところとは違うのか。思うこと、武士の重荷と石川先生今どうしてんだろう。石川先生も湯に浸かるべきだ。常に鶴のように張り詰めておられて穏やかに過ごすことはあるのか。体力増加。まあ石川先生ね、弟子に裏切られてばっかだもんね。あ、これで、あ、体力回復した、よかった。安心して琵琶法師の元へ向かおう。というところでちょうどいいんで、ここで終了にしましょうか。また次回、それではまた。